大丈夫よ。 休むことなく鋼の爪を大地へ刻みながら夜の森を駆け抜ける巨大な鉄の塊。激しい振動と轟音が容赦なく子供たちを前へ前へと運んでいく。そう、彼らはこの城のように巨大で荒々しい戦車の中に。 もうすぐ敵が見えてくるはずよ。気をつけて。よし。化け物か。 何なのだ。はい。はあ。敵と遭遇したようね。でも大丈夫よ。私があなたたちにその戦車タラニスでの戦い方を教えてあげるわ。 その戦車の力を信じて戦うのよ。お前らはおしまいだ。 救援まとめ。 Thank you.
子供たちは
緊張の糸が切れたようにまどろんでいく。どうしてこんなことになってしまったのだろうと思いを巡らせながら、いたぞ！なあ、
なんだこれ。ですよ。ちくしょう。はあ。じいじ、ばあば。やられてたまるか。行け！ちくしょう！攻撃の準備を。
行くよ。メイ。素晴らしいのです。メイ。うん。はあ。ありがとう。よし。気をつけろ。投降しろ。諦めないぞ。やられてたまるか。諦めるのだ。攻撃だ。来たわ。崩壊するぞ。
みんな死んでしまう。みんなの命を救えるのはあなたしかいない。あなたの魂をみんなに捧げて。僕は長男だから。うん、やれやれ。はい、僕は長男だから。わからないのですよ。お兄ちゃん、大変。ねえ、引け！いいな。ねえねえ。あっ。
恐れていたことがソウルキャノンの発射を確認したわ。誰かがキャノンのエネルギーになったのね。その戦車の手法、ソウルキャノンにはどんな敵をも打ち砕く力がある。ただそれを撃つには人の生体エネルギーが、一人の人間の命が必要なの。ソウルキャノンが発射されたということは、誰かがそのエネルギーとなり消えたのでしょう。あなたたちの悲しみはよくわかるけど、私はあなたたちを見守ることしかできない。消えていった人の意志を継いで、あなたたちが目的を果たせるよう、できる限り力になることを約束する。お兄ちゃん。子供たちはラジオから聞こえてくる言葉の意味を全て理解することはできなかった。しかし一つだけ理解せざるを得ないことがあった。大切な人が一人いなくなってしまった。ただそのことだけは。それから子供たちは意気消沈したまま先へ進んだ。しかしベルマン帝国軍がそのような事情など気に留めるはずもなく、タラニスを発見した部隊による攻撃を受けてしまう。私は謝った。目の前の戦いに勝つことは重要だけど、
私たちの最終目的はその先にあるはず。今度はあの子たちを正しく導かなければ。僕は長男だから。何？そうか。あのさ、そうだね。任せて。どうだ。よし、楽勝さ。任せて。どうだ。
けそうね。調子はどうだ。どうした。あのさ、ほっといてくれよ。よし。調子はどうなのです？何なのです？そういえば。任せて。ご機嫌いかが？